は黒子のことを。どれほどこの日を待ちわびていましたやら。あ、どうか見直してくださいまし。隅から隅までずずずいっと見直してくださいまし。僕、その見直しじゃないぞ。巻いてほしいんじゃないですか。お姉さまに私のこんな姿を見せるわけにはいきませんわ。大丈夫ですよ、誰も見たくないですから。なんで私も何か手伝うことあった。ごきげんよう、お姉さま。で、進んでるの操作の方。お姉さん。ああ、クロコ。黒子は心配しましたのよ。ここを痛めておりましたのよ。お口に乱れが、お肌に無数の擦り傷が。どうやら電撃を放つ体力も残っていないご様子。ここは黒子が隅々まで見てさすって癒してあげますの。あ、そうですわ。姉様らしい優しさですわ。優しさついでにもう一つ気づいてほしいことがありますの。それは、クロコの気持ち。ありがとう、クロコ。愛も変わらないあんたの変態ぶりに、私もやっと調子が出てきたわ。さて、さてさんは、こんな。お姉様がそんなに冷酷で無慈悲だなんて。クロコは、クロコは。私でよければ協力する。これで水着のお姉さまのあんな姿やこんな姿。いいえ、それどころかもっと大胆な水着で。そんなことや甘っさえ。考えてることだだ漏れなんだけど。おとなしめのデザインしかなくて今一つなんですが、ま、既製品の水着ですとせいぜいこんなものでしょうか。なんというか。さすが白井さん、個性は大切ですわね。ええ、お姉さま、この程度では物足りないでしょうけど、我慢してくださいですの。の？ご覧になって。セクシー&エキゾチック、これぞオーディエンスが求める究極の水着モデルですわ。エカテリーナちゃんです。素敵な錦ですね。ワンナイさん、それ褒めるとこじゃないです。早くどこかにしまってください。あら、こんなに可愛いのにどうして。ちょっときついけど、これ以上サイズないし仕方ないか。いいの。自然体って言ってもあれは違うわよね。お姉様、私たちもやりますわよ。やるって何？もちろん自然体でサンオイルの塗り合いっこですよ。またそれか。やらないってば。待ってください。でもう今日中に報告書まとめなきゃなんなくて。え、じゃあ行こっか。行くってお姉さま。かなり先輩のピンチヒッターよ。ほら、お姉さま、あれゴムたいな。白井さん嬉しそう。どうしたんですの。なんかね、あの人気になるのよね。お姉さまが殿方などに関心をお持ちになるなんて。クロコ、クロコ。いた。あの人。お帰りなさいませ、旅館様。何の真似だ。タオルはご不要ですの。では荷物をお預かりしますわ。あらあら、今日は発泡酒じゃなくてビールですか。何か良いことでも。一体何の冗談だ。また首を刈られたいか。いておりますわね、お姉さま。大吾先生が何だというのだ。ぜひ
私たちに。タッチ？恋のキューピッドやらせていただきたいんですが。いい、いらん。キューピッドなんか知らん。一生いけずボケでも構わないと言うんですの。クロコ、これを逃したらもう次はないかもしれませんのよ。ここは一つ百戦錬磨のこの私にお任せくださいですの、領官様。もうそのくらいでね。本当か。え、本当に相談に乗ってもらえるのか。もちろんですわ。お姉さま、朝ですわ。ついにこの日がやってきましたのよ。ついにって、今日はお姉さまの晴れ舞台。もっともお姉さまにとって晴れ舞台など日常茶飯事でしょうが、今日はひときわ特別。黒子はもちろん寮生一同この日を心待ちにしておりましたのよ。晴れ舞台ね。まったく別に私じゃなくたって他にふさわしい人がいくらでもいるのに。ご謙遜。時ありません、寮生の撮影はご遠慮いただいてるんです。ですから撮影は。いいね。じゃないわよ、なんであんたが撮ってんのよ。この解散に向けてこうして参考写真を撮っていますのよ。ですがお姉さま、このお召し物にまで短パンというのはさすがにいかがかと。せめてドロワーズをお履きになるとか。おわ、あのさ黒子、来年度以降の開催に向けてどうして私のそんな写真が参考になるのか教えてくんないかしら。はいですわ、おいかわ。困ったことがあれば何なりと申すがよい。え、さあ白井、来るのだ。ちょ、ま、え、待ってくださいまし。ウイハルたちを放り出しては。仕事は放り出してもいいのか。いえ、決してそんなことだ。代わりに私が案内するわ。きっと気を利かせて私たちを二人きりにしてくれたんですの。さあ私たちも花火のように燃え上がりましょう。暑苦しい。今夜もどっかって。ほら携帯鳴ってるって。あ、もう電話。小野利先輩からの電話ですか。あ、小野利先輩、ご機嫌うるわしゅう。白井さん、あなた無事だったの。あの、おやすみ。ジャッジメントとして間違ったことはしておりません。でもウィハルはおそらく裏切られたように、それでもきっと分かってくれると私信じてます。てえ、さらりといいこと言いながら入ってくるな。今のは言っていい。このトレーラーの後ろ走ってるのって寄れる？はい。え、木山先生。ったく、一人で行っちゃうなんてしょい込んでんじゃないわよ。お姉さま、それはツッコミ待ちということでよろしいんですの？え、案外似た者同士なんじゃないですか。お、そんなこと。え、私は何をすればよろしいの？まだいたんですの。ほら、これ飲みなさい。春というには自己主張の足りないつつましい胸ですけど。ああ、でもこのつつましさこそがお姉様の罪深さ。奥ゆかしくも悩ましい誘惑に黒子は、黒子の心は壊れてしまいそう。ああ、鼻から壊れてんのよあんたは。ただのスキンシップですのに。うるさ、では私がバッチリ。あ、じゃあ、何何？ウイハルを口実にしたお姉様とのデートプラン。その1、ファミレスで親睦を深め。その2、ランジェリーショップ、かっこ勝負下着購入。その3、アロマショップでショッピング、かっこ美薬購入。その4、ウイハル駆除。その後、お姉様とホテルへ行こう。すんげえストレス溜まるんだけど。まあでも。クロコの友達じゃ、しょうがないか。お、ん？お姉様、お姉様がそんなにもクロコのことを思ってくださったなんて、クロコはもうどうにかなってしまいそう。お客様、え、お姉様。ところで、多少予定は狂ってしまいましたが、今日の予定はこのクロコがバッチリ。
今日はクロコとお姉様のアニバーサリー。例の品物が届かなかったのは残念ですけど、今日こそクロコは差し上げますの。心を込めたプレゼント、そう、生まれたままのこの私よ。ただい、お姉様、お邪魔します。アサリが台無しですわ。あ、もしかしたら私とクロコが運命の赤い糸で結ばれてちょうど1ヶ月の記念日なの。私とクロコは2人で一つ。ウィハルさん、サテンさん、これからも私たちをよろしくね。君の瞳に乾杯。ある素材のオープンブラにフリル付きのベビードール、ガーターベルトにレースのテディ、それからよかった、白井さんもそんなの履くんだ。私の白井さんが帰ってきてくれました。お、ごめん、これ私の。え、つーかクロコ、なんであんたのベッドの下に私の下着があるわけ。お部屋でよろしいでしょうか。はい、あの品物はパソコン部品とありますが。そりゃそうですわね、あの手の業者はそのあたりよく心得てますもの。送り主は有限会社愛と漢方の絶倫美薬様からです。でそこを明記してどうしますの。クロコ、あんたの変態性質を治すには相当な荒療治が必要なようね。ここでその名の通り真っ黒焦げになりなさい。お、炎天下の作業には水分補給が必須ですのよ。私特製のドリンクはいかが。いらない。どうしてですの。あんた昨日のパソコン部品まさかその中に入れたりしてないわよね。やっぱりか。なんですのこの扱いの差は。そういえばこれまでもことあるごとにスルーされてきましたし、折に触れて親睦を深めようとしても手荒く拒絶されてきましたの。お姉さま、ひょっとして私のこと本気で疎んじてらっしゃる。お召しになってくださいまし。お姉さまったらまたこんな子供っぽいもの。クロコです。ですから水着を。あら、あらあら、お姉様の愛の無知とてもいいわ。いいか返せ、返しなさいよ。嫌ですよって言ってんのよ。まだよ。見なかったことにしましょう。そうですね、クロコはくじけませんの。ずっとお姉様のおそばにいますのよ。変身するって。どんなに会った人はその呪いで自らも脱ぎ女になるって。それじゃあ美坂さんもあっちこっちで服を。そんな、まさかお姉さま。お姉さま、おやめになって。白井さん、ウィハル、呪いの候補を見つけなさい、すぐに。本気にならない。クロコ、あんたどこに。いきなり服を脱ぎ出すなんて、やはり脱ぎ女に呪われているのですね。お姉さまもおかぶりあそばせ。なんなのあんた。脱ぎ女の呪いを解くためにはこうするしかない。